始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。というわけで今回の企画は、はい、はい、男役、女役について僕たちの考えをちょっと、はい、動画で配信していきたいなと思いまーす。まあよくね、コメントとかで、どっちが男役なんですか、女役なんですかみたいな質問もあったりするし、なんかまあいろんな人に会った時にね、うん、僕たちゲイカップルなんですって言った時にそういう質問をねされたりすることもあるので、うん、それについてちょっと今回の動画で、はい、ちょっとなんていうか僕たちの考えを、うん、伝えていけたらなって思っています。はい、はい、ひょうにょで、さん、うん、今、うん、いろんなさパターンの、うん、やっぱカップルが世の中にそうだねいるわけじゃない、うん、で、なんかその一昔前の日本だと、うん、やっぱり男は外でバリバリ働いて、うん、お金を稼いで、うん、で、女は家にいて、うん、家事とかやって、ね、旦那を支えてっていうのが、うん、ちょっと、なんていうのかな理想というか、まあうね、なんていうか、そういうなんか風潮というかね、はいはいはい、なんかちょっとそういう文化があったと思うんだけど、最近はやっぱりいろんな考え方が、うん、受け入れられるようになって、うん、で、言いやすくなったよね、自分の気持ちだったりとか。気持ちだったりとか。例えば、女の人でも、うん、私は働きたいんです。家庭に入る気はありません。とか、うんうん、男の人でも逆に、家にいて、うん、主婦になりたいんですっていう男性の方もたくさんいると思うし、そういうのがさ、なんか昔に比べたら言いやすくなったっていうのは若干あると思うから、まあ 100% ね、そうできてる環境じゃない方もねいるとは思うんだけど、まあ言いやすくなっていろんなパターンのカップルが今増えてきてると思うの、うん、でさ、やっぱりいろんなパターンのカップルとかが今いて、まあ同性同士、まあ男男のカップルと女女のカップルと、うん、あと男女のカップルととか、いろんな人たちがいるわけじゃない、うん、で、その中でもさ、なんか女の人でさ、男らしくなりたいっていう人はもしかしたら男役で生活していきたいっていう人もいるかもしれないし、うん、男の人で女らしくなりたいっていう、うん人は、うん、家庭に入って主婦になりたいっていう気持ちの人もいると思うんだけど、じゃあうちらの場合どうなのかなっつって、うちらの場合は、うん、でもまあなんかそれも いろんな人がいると思うので、うん、その例えばトランスジェンダーの方とかは、うん、まあね、男性から女性になる人とか、うん、女性から男性になる方とかもいたりして、うんうん、そういう人とかもいるわけで、うん、でも僕らって別にその女性になりたかったとかそういうのは、うんうん、もう一切ないから、ないね、うん、なんていうのかな、だから別に女性役とか男性役っていうのはないとは思ってる、うんうん、どっちも男だし、そう単純にね、うん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 、その難しいことじゃなくてさ、うんうん、単純に、うん、もう男だし、そうだね、翔太も男だし、うんうん、でそれだけでお互い好きで一緒に住んでるってだけ、うん、だから男役女役って考えたことあんまないよね、うん、ない、そうだね、うんうん、で俺もその相手のことを男として見てるし、うん、自分が男として相手のことが好きだっていうだけで、うん、別にその、うん、どっちかっていう決める必要もないかなとは思ってはいる、うん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 、そのいなんか一般的って言葉はあんま使いたくないんだけど、うん、そのどっちがノーマルかってそのどこを基準でノーマルかっていう話になるんだけど、うん、でもまあその日本で多くなんかまあ見られてるその男女のカップルとかが、うんやっぱいるから、そのどっちかっていう風に決められる決め
定められてるところはあって、うんうんうん、でも別にそれだけではないとは思う、うん、だからそれをさっき言ったようにトランスジェンダーの方とかも いたりするし、うん、ね、あのニューハーフの方とかもいるし、うん、逆にね、いろんな方がいるから、うん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 、とは思ってはいる。そうだね、うん、だからなんかね、男役女役って決めなければ決めないなら決めないで別にいいのかなと思うよね。なんか男女のカップルでもさ、うん、やっぱ女の人がやっぱ仕事が、うん、ね、いい仕事が、うん、に巡り合えてお給料もたくさんもらえてる方がいて、うん、例えばそのパートナーのね男性の方が、うん、まあ、家で料理作るのが好きだったり掃除するのが好きっていうカップルがいたら、別にそれはそれで2人のね、うん、いい関係が成り立ってるわけだから全然いいし、うんうんうん、それこそお互いにね、平等になんかそういう、うん、誰が料理する、掃除するって決めずにさ、ね、なんかそういう生活をやってるカップルの方たちもいるだろうしね、うん、人それぞれ そうだね、そのカップルにベストなさ、生活の仕方があるわけだ、うん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 、まあなんか個人的にまだその残ってる部分っていうのがなんか職業とかは残りつつあるじゃない、うんうんうん、なんか例えば、うん、看護師さんとか、あとフライトアテンダントさんとか、あ、まあ女性が多いとか、保育士の方とかもそうだし、うん、なんかあんま好きなんかいい、なんかちょっと寂しいよね、うんうん、まあ増えてはいるけどね、多分、うんうんうん、女社会みたいなところに男の人がね増えてたり、男社会のところに女の方が働いてる人もいる、まあ、それぞれ今苦労してることはたくさんあるとは思うけどね、うん、まあ、職業もね、男らしい仕事とか女らしい仕事とかね、いろいろ言われることはあるかもしれないけどね、やりたいと思ったらやればいいんじゃないかなと思うしね、ね、まあそれ人それぞれね、向き不向きっていうのもあるしね、ね、というわけでうちらは男役、女役に関しては、うん、そういう風に思ってるかな、うん、っていう感じで、うん、あともう一個ね、質問が多いの、多分皆さんでね、見てる方も気になってる方はいるんじゃないかなと思うんだけど、うん、よく聞かれるの、どっちが立ちで、どっちが受けですかっていう質問ねうん、うん、よく受けるよね、あるね、多分ね、見てる方もなんか想像はしてるんだろうけど、うん、それはね、ない内緒ですそれは秘密、うん、はい、うん、もうご想像にお任せし、うんうん、みんなのね、夢を潰しちゃいけないと思うしね、わかんないけどどう思われてるどう思われてんだろうね、そうだね、うん、うん、というわけで今回 今回は男役、うん、女役についてお話ししてみました、はい、この動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。